やってみましょう。はい。いや、今やったゲームとよく似たゲームですよ。はい。はい、ソーラーストライカー。はい。前もやりましたけど。あ、これ白いからかえって見やすいかもね。うん。これ見やすいですよね。これ実況プレイやるのは3回目ぐらいかな。任天堂の、おそらくね、唯一だと思うんですけど、任天堂の 2D シューティングですよね。これ唯一だと思いますよ。多分、任天堂のシューティング自体あんまりないですけど、スターフォックスか、パイロットウィングスぐらいしか、任天堂ってシューティング出してないんですよね。こんなね、2D シューティングは多分これだけしかない。あと、X っていうゲームもあったか。X っていうのもありますね。X っていうあれも 3D シューティングですもんね。確か。ゲームボーイで X ってゲームがあるんですけど、あれも任天堂が出してるシューティングであるんですけど、でもあれ、まあ、2D じゃないですもんね。あれ、あ、3D っぽいゲームだったと思うんですね。だからこれが唯一、任天堂の唯一の 2D シューティングになりますね。非常に貴重だと思いますよ。存在としては。はい。これは見やすいわ。一番見やすい。真っ白だから余計見やすいですね。これちょっと斜めっぽくなってるから、これをこうした方がいいんちゃうな。あ、でもあれか。そうやな。まあいいか、これで。はいはい。いやいや。いや、今日本当は PS2 でね、やりたいゲームまだあったんですけどね。はい。出張やる予定だったんですけどね。ちょっと今ね、動画編集中なんですね。PC の方ね、忘れてました。いつもね、ゲーム実況をね、やるときはね、動画編集してしながらやるんですよね。その方が効率がいいから。で、いつもはテレビでやるじゃないですか、ゲームね。だから、PC の方は動画編集しながら、一応ゲーム実況やるんですけど、そういえばこのね、バートセラーは PC でゲームやるものですから、そのことを忘れててですね、動画編集しちゃったんですよね。ボスですね。これ僕昔ね、クリアしたことあるんですよね。はい。これ6面まであるんですよ、確か。6面までありましてね。ちょっとこの斜めっていうのは何なんだろうな。こうか。こうすりゃいいのか。こうすればちょっとまっすぐになりますね。いかに僕がね、レトロゲームが好きかっていうのがわかると思います。いや、本当はあれなんですよ。PS とかのゲームよりもね、僕、ファミコンとか、こういうゲームボーイとかの方が好きなんですよね。実はね。もう、いかにもね、シンプルでゲームらしいっていうね、感じもしますしね。危ね。あ、1アップしました。あ、ちょっとあれやな。いや、本当任天堂のゲームですからね、これね。個人的には結構名作だと思ってますよ、これは。シンプルですけど。ボスもできましたね。2面のボスですね。
おっと危ない。そうか、突っ込んでくるんやったなこいつな。はい、倒しました。一面のボスより弱い気がしますけどね。はい、三面ですね。半分クリアしたら半分ってことですね。全6面なのでね。これ取ったらこれですわ、貫通です。貫通最強です。これ最強装備ですね。貫通弾が撃てるようになります。威力絶大の貫通弾。もうレーザー撃ってくる。あぶね。あー、しまった、やられた。初めて死にましたね。これしかもコンティニューできないんでね、ほんと3機で3機というかね、まあ1アップしたりする、したりもしますけど、一応ね、残機なくなると、それで終わりっていうシステムなんですね。コンティニューないんで。全6面をね、ノーコンティニューでクリアしないといけないゲーム。あ、嫌なとこに、あれやな、取りにくいとこに来たな。あ、最強になりました。はい。最強に戻りましたね。うん、この辺になってくると敵の攻撃もだいぶ激しくなってきます。はい。お、怖っ。え、ボス巻きましたね。どんなやつだったかな？もう覚えてないわ。でも最強装備だからだいぶね、有利だと思いますけどね。はい。うわ、レーザー持ってくんの？うん、まあ、横から撃ってくる弾はそんな怖くないけど、レーザーが怖いですね、これ。あ、倒した。はい。4面まで来ましたね。はい、4面ですね。もうこれで半分まで来ましたね。はい。あ、1アップした。もうさすがにね、こっから先はちょっとはっきり覚えてないんですよ、僕もね。どんな感じなのか。まあ、あのアイテム取るのもな、上の方に出るときは、ちょっとね、気をつけながら取った方がいいですね。なるべく下の方に来てから取った方がいいですね。敵が上の方から急に現れることもありますからね。まあ、この敵はそんなに怖くないか、まだ。まあ、一応、1アップしたんでね。よし、これ、アイテム。まあ、これ以上最強ならないですけど、取っても。この状態で、最強の状態であれ取ったら敵が全部消えるとか、そういう風にしてほしいですよね。何にももうこれ以上ね、強くならないから何取っても意味ないんですよね。そう、この敵も弾打ってくるようになるんですよね。一番弱い敵ですけど。いやね、だいぶ昔これ僕クリアしたことありますからね。まあ実況では確かね、4面のボスまで行った記憶があるんですけども、最高ね。実況ではクリアできてないんですけど、昔ね、やった時はクリアしたことあるんですけどね、これ。6面まで。まあ中ボスみたいなやつですね。危ね。今ちょっと危なかった。
あー、しまった、やられた。あ、今動画編集終わりましたよ。あ、じゃあいいですね。あの古い PC の方にちょっと実況映せますね。今最強状態も、あ、短いなこの面。あー、そうそうそう、ここまで行ったんですよね、昔実況プレイやった時。ここでやられたんですよ、確か。巨大ですね、巨大なボスですね。ここでやられたかちょっと覚えてないですけど、うわー、やられた、やられたって言った瞬間やられてる。かなりちょっと不規則な弾の攻撃ですね、これ。うわ、避けるのが精一杯ですよ、これ。もう最後の残機ですから、これ。厳しいな、これ。端っこは避けやすいけど、当てれないんですよ、攻撃が。その代わり、あー、やられた。同じや、これじゃあ前の実況と。はい、やっぱ難しいですね。よく昔俺6面までクリアできたな。コンティニューないのにね。